それは星々バッタの飛行現象が観測された夜のことだった。美しい光景を見た後に起きた恐ろしい出来事を私は深く胸に刻み込み、二度と忘れることはないだろう。なんで俺たちがまた体内送りになるんだよ。そうだよ、飛行見て騒いでたのはみんな同じなのにさ。ニビもキチャも登ってはいけないところに上がっていたでしょ。危ないからクチバさんに注意されたのに聞かなかったからですよ。はあ、危ないとか危なくないとか誰が決めたんだよ。どうせヨボヨボの長老どもだろ。キチャもニビもそんな言い方したダメだよ。うるせえなサミ。そうだよ、そんな言い方をするものではありません。王に見せてあげようって星々バッタを捕まえてたんだよね。え、その袋に入ってるの。えこれは別に星々バッタなんか。補給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 。何すんだこいつ。ダメだよ、そのまま食べたらお腹壊しちゃうんだから。そうなの。え、リコスは食べたことないの？うん、私もあんまり好きじゃないんだけどね。無因の人たちはみんな栄養があるから食べなさいって。いくら王にでもそのまま食べるとまずいんじゃないかな。食べるんじゃないもん、見せるんだもん。キチャ、バカ、バレバレだろ。あ、やっぱり中に入ってるのはさっきの虫なの。違う、やっぱそうなんだ、だと思った。はいはい、みんな体内では静かに、騒がしくしていると怒られるって言うでしょ。そういえばそう、いつも長老会の人たちがそうやって注意するけど誰が怒るんだろう。え、どういうこと？長老会の人たちが怒るんだったら怒られるよなんて言い方しないと思うんだ。なんかまるで他に怒る人がいるみたいな言い方だよね。本当だ。補給。長老たちより偉い人たちがいるの。うん、じゃあどうして。オーニオーニ、参ったぜ、また体内送りになっちまったよ。でかい声で騒いでるからだろ、階段降りてくるあたりから全部聞こえてた。じゃあさ、じゃあ私たちがまた体内送りになったのも。ああ、王に今日は残念でしたね、飛行現象が見られなくて。別に、この泥クジラ降りたらもっとすごいもんが見られるからいいんだよね。またそんなデタラメ言う。